ございます。帰ってまいりました、はい、おかえりなさい。17年ぶり久しぶりの美穂街道どうでした美穂街道。美穂街道はねやっぱ通い慣れてるというか、うん、まあ、混んでたら裏道も知ってるまあここは地元なんで、はいはい、まあ、懐かしい感じと身が引き締まる思いと2つですね、うん、いよいよ初練習になりますけど、まあ、初練習なんですけど、まあ、選手のコンディションがまだ何とも言えないというか、まあ、自主トレはやってたみたいなんだけど、まあ、そんなにコンディションは良くないということも聞いてるんで、まあ、怪我人等もいたりとか少しずつ上げていきたいなと思うんですが、2週間後に試合が入ってるんで、うん、少し上げながら行きたいなと、うん、もう2回目ですおじゃおじゃこのマーカーのところに人がこう入って、これパスのところにちょっと関わる時間がたくさんあるから、ボール2つでやると、例えばここからこの選手と壁パスするんだけど、その後にここにこの選手が壁パスした後にここに入れるの。そうするとこの選手がこれに対して関わってここに落として、でこの選手がここに出して、でこの選手がまたここで壁パスしてでこの選手はここに当てて置いてここに当てるっていう連続性がちょっとあって、で何をこれがやりたいかっていうと、俗にオープンの体の向きを作るっていう形でと同時に当てた後にこの選手とこの選手とこの選手がトライアングルうまく作ることっていう意識することができるから、ポゼッションやるときにこれすごく重要なの。少しこれを落とし込みたい、これしばらくこういうパスをちょっと続けていきたい、まず今日ちょっと時間かかるかもしれないけどこれをやりたい。じゃあ監督の沢登りです。沢登りです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫、元気ある？ビッグボスって呼んでください。いいね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 、そういうのって言ってたからこれ大丈夫まあもちろんね、ユースというね、みんなやっぱここに誇りと責任をみんな持たなきゃいけない。なぜならば君たちはもう選ばれた人間なんで、その中の特に選ばれた人間なんで、その自覚と責任を持ちながら、今シーズン戦ってください。もちろんいろんな意味でトレーニング時間であったりとかいろんな部分短いというのも一つあるんで、まあ、そこは少しトレーニングの強度を上げるというところの部分で、養ってくるんで、多分それぞれが多分その疲労であったりとか、まあ、怪我の予防であったりとかいろんな部分が試される時があります。でそれは自分の時間で例えばストレッチであったりとか、まあ、お風呂に入ってその後にストレッチしたりとか、もちろん家のところであれば体幹もできるし、自重であれば腕立て腹筋背筋もできたりとか、いろんな部分で、自分を鍛えることができる。でそれをやっていかないとね、なかなか勝てない部分が当然出てくる。今年はウエストで戦う以上また違った戦いになります。その中で我々は当然、ウエストで優勝しながらチャンピオンシップに出るというところの大きな目標がある。俺が勝手に決めてる、うん、それに向けてはねやっぱり一人一人が強くならないといけない、タフにならなきゃいけない、うん、なんでね、その部分を頭に入れながら今シーズンよろしくお願いします。いいですか？以上です。だけれども何かちょっとおかしいなと思った時には言ってください。それで怪我で長引いてしまう、その後に響いてしまう、そこの判断だけは少し言ってください。で基本的には少し今日コンディショニングのところをやって、でその後パス&コントロールのところを少し、やって、でその後少しポゼッションのところをやって、最後少し、まあ、ゲーム的なものをやっていくので、まずは、まあ、私が何を求めているのかというところを多分フリーズしながらやっていくので、
そこを頭に入れながら整理しながらやってください。OK? さあ行きましょう。ゴー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 。ケツはちゃんと膝の高さまでしっかり置くよ。上げるときに上げた後に。声出して声出して。行くよ。行くよ。行くよ。俺が言ってんだからお前らも行け。体をオープンでうまく使いたい。いいね。例えばここで壁パスした後に、例えばこの選手、この選手はちょっとボール出して。この選手はただ受けるんじゃなくて少し角度つけてほしい。で、この選手、この選手はそのタイミング見ながらいち早くそこに入ってもらってほしい。なんでか知ってる？ここでトライアングル作りたい。トライアングル。で、これがもちろんクローズのような状態でボールが例えば入った時に、もちろんこれも状況的にはある。でも、どっちが出しやすい？そうだね、少し角度つけてオープンにしてあげた方が出しやすいし、その後トライアングル作りやすいよ。この意識を持ってやってほしい。いいね。これただやるんじゃなくて、これゲーム中全てがオープンでうまくゲームの状況を作れるとトライアングル作りやすくなる。なので少し攻撃のところはこの意識を少し持ってやってほしい。 OK? そしたら走るスピードはそんな速くなくてもいいぞ。はい。サポートの距離と角度は意識しろ。すべては局面につながるぞ。頭休まない、頭。ただ動くんじゃなくて、自分がここに入ったときに、そうだよね、これをどう作るか、一番ベースを作る。で、入ったときに、入ったときにどう関わる。そうだよね、こうしたら変わるよね。今度ここ入ったときのトライアングルは、そうだよね、変わるよね。この連続なんだ。さあ今度入った時に誰トライアングルどう作るの。止まるな、動き変えろ。いいか、お疲れ様でした。まあ、基本まだねコンディションの部分は当然、全く上がってないっていう状況の中で、これは少しずつでやっぱり上げていかなければいけないし、上げるだけじゃなくてやっぱり何を求められているのかっていうところはすごく重要。パスのところもそうだし、ただ強く出せばいいのかってそうじゃないし、やっぱりこう味方がもらいやすい、なおかつやっぱりこう遅いボールじゃもう難しいよ、なおかついいボールを供給してあげる、それからなおかついいパスコースを作ってあげる、まあ、アングルの話だよね。もうそれが多分最後の、ゲームにつながってる、まあ、よくねライン間でライン間ライン間って言うけど、本当の意味でのライン感ってみんな分かってるのかなっていうのも、俺もちょっとハテナマークがついてる。ボールの持ち方によってサポートの距離と角度も変わるし、次に出た時に誰とトライアングルになってるのかっていうところも、もっともっとやっぱりその頭をもっと働かせた方がいいし、まだまだなんか感覚でやってる部分もたくさんある。もちろんその感覚も大事にしてほしいし、だけどその原理原則のところもやっぱりこれから先すごく重要で、そこが分かってくると必然とポジショニングが良くなる。でポジショニングが良くなるとボールが動かせるようになる。で今度その動かしながら今度背後を取るようになる。そうすると自分たちが主導権、俗に言う主導権を握れるゲームが作れる、なんでね、その原理原則のところは、ここを立ち上げのところは結構言ってくると思う。
いろんな意味でね、自分が忘れないようにノートに書いておく、いろんな意味の中で重要なキーファクターに言ってくる、そこは整理させながら、毎日のトレーニングのところやっていきましょう。今俺たちの目標は絶対にチャンピオンになることなんだ、それを意識してやってみましょう。 OK？ まあまず一つは選手のコンディションを確認するというところと、あとは、まあ、どれだけの、ね、こう技術を持っているのかというところの基本的なトレーニングを少ししたんで、まあ、でも彼らの意欲であったりとか、もともとセレクトされた選手たちなのでレベルの高さはね当然あるんだけど、よりその高さをどう引き出すのかっていうところは、まあ、今後の手腕にかかってるかなと思うんで、まあ、非常にこう楽しみではありました。この古巣に帰ってきて、私に求められるものっていうのは当然分かってますし、僕自身もねやっぱりこうこのチームの誇りであったりとか責任は、まあ、引退してもずっと持ち続けてはいたんで、そこは変わらずですけれども、より一層チームのためにね、やっぱりこう働けるかっていうところの責任は感じています。まあ、私は育成する立場にいるので、選手をどれだけね、いい状態でトップに送り出すのかというところと、やはりそれ以上にやはり社会に出てね、求められる人材というか、戦力になれる人材を作り上げるというところも一つ私に課せられた任務だと思ってますので、まあ、人間力それから技術力をしっかり出せていきたいなと思ってますので、ユースのところもぜひ応援してください。